大村知事のリコール運動を担い高須克也氏が会長を務める団体の政治資金収支報告書が今日付けで公開されました2020年の収入は支援者からの寄付金などで6121万円一方支出は事務所の家賃や署名用紙の印刷費などで5705万円 この支出のうち2542万円分は支払い先などの詳細が記載されていませんでしたこれについて団体は領収書の添付や詳細の記載の必要がない5万円未満の支出の合計だとしていますリコール運動の署名を偽造した罪に問われた団体の事務局長田中貴博被告60歳の裁判で検察側は 被告は団体の口座から偽造に使った名簿の購入費用を引き出したと指摘していました。